第40期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の吉見香です。そして解説は藤島健次郎プロが務めます。藤島プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは3回戦対局の準備ができたようです。第40期鳳凰戦 A2 リーグでは3回戦を開始してください。3回戦東杯の開始です。さあ3回戦目が始まりました。ちいちゃから伊藤、なんちゃに三浦、シャーちゃに高橋、ペイちゃに黒沢といった並びで3回戦目がスタートとなりました。ドラがローピンです。親番は伊藤。さあ開かれる手配いかがでしょうか。パカッとマンズ一面図、上目三色見えるでしょうか。ドラがローピン、やれそうですね。難しい。ドラローピンだもんね。スーピンだ。スーピンからいきました。さあそしてなんちゃ三浦、小茶の具合しローピンがドラです。そして黒さんはペーチャです。さあここまで伊藤は2着2着と来ております。ゆうこさんよく耐えてる印象ですよね。そうですよね、うん、先手は取れてないイメージでしたが、まあ、お、ピンチソー引いたよ。なんかそうですね、数少ないチャンスをものにして浮きを2回キープして、はい、まあね、2回戦オーラスこそまくられてしまいましたけど、なんか悪くない感じですね、うんうん、耐えて耐えてって感じで。高橋さんは順調に2連勝ですね。三浦さんはまあ苦しいながらも2回戦受けたんで、まあこっからって感じでしょうね。黒沢さんがねちょっときつい状況にはなってますけど、3、4と来ています。キューピンの重なり、ここはリャンマン、イーマンのダーツを払っていきます。チートイツのイーシャンテンでした。黒沢、まあね、メンツ手には興味なしってことですね。はい、3ピンつもぎりました。あ、ドラドラ大チャンス手の高橋です。今日ドラよく来ますね、うん、結構来てる、はい、しかも結構上がってる。しっかりと仕上げてまた決められるのか。 E1 は残しました。黒沢、親番の伊藤はチャンタのイーシャンテン、これで仕掛けが打てそう。あ、スワンコまであるな。うわあ、あと行って入らない。9-1連想スワン。あ、ドラ打ったゆうこさんですね。親の伊藤からローピンが打ち出されました。持ってたくないってことでしょうかね、これはね。あ、難しいけど、いい層切りか。ウーマンが目いっぱいだけど、コロチは、うん、狙わないってことですか。ローマン人切れでしたか。あー、リーチの構えですか。そうだろうね。これはでもローマンはチーすると思う。そうか、だってドラポン知ってないんですもんね。そうだね、うん、知ってもよかったはずだけど、まあローマン握れじゃなかったら言ってたかもしれないけど。ということでドラ打った親の優子さんに注目は言ってるはずですね。あ、3ピン残しから、じゃあこれチーマンパーマンってことだね。スーピンは仕掛けました。うん、磯切りの6ブロックからスーピンとローマンだけ発進する構えで、スーピンから泣けたんでチーマンパーマン払いと。いやーと一手が入らない。関連ピン関連像、輸送が流れた。
欲しいなね、リアンソータ。うまいね、これ。何ですか、これ。フラポンしないのにね。スチピン天杯。これ、三品残し見事じゃないですか、ね、これは。何ですか、これ。どういうことですか。タイヤをドラドラ。高橋が3900の天杯。どうする、もうリーチいっちゃいますか、押さえつけで、うん。もう高くならないもんね。そうですね。あ、でも闇天に構えた。役なしの闇天です。完了ピン。ここか、あ、ワンリャンピン関するしない、1、2、3、4、5と5つ、そうですよね、通りそうに見えるね、リャンピンは大丈夫、ね、役がない、チートイツのイシャンテン、メンツテのイシャンテンでもある、まあチート決めた、いやパタパタと、そうですね、打てない予想を抱えちゃったんで、スッチーピンどうですか、チーピンがいないけどスーピンがまだいますね、2枚いるのかな、スーピン2枚でシャンポンに変わった、3ピンはもうないけどシャーは1枚入れまで、うーん、シャンポンで闇天、あまりにも待ちの枚数が少ないですか、うわこれは打ちづらいね、チーソー取った後か、いやむずいな、なんとか粘るならどうするかだけど、ハクションパイ、キューピンを選択、うん、これだとチーピン危ないか、そうですね、今白だってポンテン取っちゃうかも、三浦さん取っちゃう、うわじゃあ補充だ、これは高橋さんが見事でした、高橋の上がりとなります、タイヤをドラドラ3900、ドラは鳴かずからの関数ピン1位で、うん、これは3ピン残しがねうまかったと思います、はい、うん、見事上がりまで結びつけました高橋です、と2局となります、三浦の親番、ドラは言いそうです、さあ三浦手配はどうだ、ピンズ一メンツまとまっているように見えます、続いてなんちゃ高橋チュンが統一、サン統一、急走からの切り出し、初が統一はあんこでした、黒沢ドラ1枚、トン統一、伊藤こちらもドラ1枚、上番の三浦になりますか、二巡目ダブトンが出てきます、目いっぱいに広げました、お、入れた、これはもうシャンテにローマンでしょう、はい、高橋はなんちゃです、これで4と1、4組ドラのイーソーは山に2枚、おー天杯、うん、そこで行きましたね、はい、サブロスを待ちですね、まあ急走入っちゃったら、うん、そこでいいと思いますね、ピンズ伸びたらね一通なんかもあったし、はい、4巡目親リーチ、周りは結構厳しいね、返しは黒沢さんぐらいだけどドラが浮いている、うーん、しかも老僧補充になっちゃう、まっすぐ行くとどうしましょうか、うーん、ローマン現物抜きます、初初初 か、まあ相当やめ気味ですか、これはを並べていきます、黒沢やはり親リーチ強いね、はい、
ブロスは三層一枚、ローソー一枚ですか。うん、あんまりいない。合ってますね。はい。一枚ずつ。一枚ずつ。旅にはなりましたか、ほぼほぼ。そうですね。安全杯も大丈夫そうですかね、周りは。詰まってもね、打たれそうなところじゃないからね、サブローソーっていうのはね。確かに。さあ、高橋はパーワン。ローマンが早いという理由でしたか。ドラドラになった。初のアンコート使用して、その後の押し返しはあるのだろうか。はい、一旦回っていた黒沢ですが、ドラドラになって、まあ、自分にドラドラが来るとね、相手があんまりドラアンコとかが消えるわけだから、うんうん、多少はね、押しやすくなるとはあるけど、いやでも、うん、どう選択します。前出ると三万現物かな。3万抜くかウーマンかって感じ。3万切るとワンチャンスか。そうですね、3万3万見えてるから、ドラドラじゃないとね、押す価値薄いと思えばね。そう、ローソーイーソーっていう引くプランがちょっと消えるんだよね。ローソーになった。ローソーもいっぱいになった。ここは三浦の上がりとなります。リーチピンフ2900。今まっすぐいってです ね、 ということですね。一番強く、ね、強い打牌を選択しました黒沢。ただがここは三浦の上がり。どんな2局一本場、三浦の親番が続きます。ドラは9万です。ドラ1枚、両面とハーツが2組。何からの切り出し。白統一、高橋の手牌、ピンズで一面積もあります。難しいですね。うん、ここがね、あんまり良くないんで。急走から切っていきました。黒沢さん、まずまずいい。いいですね。ちょっとドラが浮いてた。糸はソースで一面積。これで上の3色狙いますね、三浦さんは。はい、3層引きも嬉しいところ。2面積できた。はい、白統一、これ本一とかもあるんですかね。ちょっと見たいけどね。白仕掛けますかね。こっからは仕掛けれないね、ちょっとね。うん、高橋さんね、今日順調にポイント重ねてるんで、まあより自然にやりたいですか。ああ、ここはEピンを落としていきます。1つ、うん、さあ選択、まあどうでしょうね。どっちだ。3万2万ですかね、やっぱりね。タイヤのなりやすさでね。はい、2差し糸。皆さん選択ですが、3ピンウーピンか。あ、3ピンからならチー。高橋が仕掛けました。ペン3ピンをチーです。ハク、これは高橋が仕掛けて、じゃあチーマンだ。あっという間に77のイーシャンテン。そうですね、本一のイーシャンテン。あ、テンパイ。まあピンフのみはやめてんでしょう。黒沢がウッパーピン待ちの闇テン。高橋がツーフーロ。そのウーピン浮いちゃってんのか。あ、テンパイ、カンウーピン。白、本一、一通、カンウーピンのテンパイ。
ち切ってく。カンウピン対ウッパーピン。ウーピンがありますけれども、どうでしょうか。親番の三浦、このウーピンは高橋の上がりとなりますか。打ち出された場合、美子さん一応二差しの三色で形は残している状況ですね。はい、トンはションパイか、誰も持ってないションパイ、うん、いかない、ウーピン余ってることもありますよね、これはね。うん、実際当たり牌です。2系の当たり牌です。されてるピンズの本一模様のところにションパイと筋は両方は打ち切れないということで、はい、ほぼやめ気味になっていくって感じですか。お、ゆうこさん動いた。伊藤がカンチーマンのチーです、うん、2枚目でしたか。チーマン2枚がね、振り点になっちゃってる形だけど、まあ一応粘ろうってことですよね、これはね。あ、ウーピン、これはピンザ打たなそうですけどね。まあ、リャンピン打つはまあありえるけど、リャンピンは通る、うん、3ピンチ、ピン3ピンでチーなんで比較的ピンザの中では打ちやすい部類かなってとこですよね。食い伸ばしとかじゃなければね。打たずでした。トン、ションパイ打ち抜いた。お、天杯だ。押しているのも分かりますが、いやー、リャンピンはセーフ。そうですね、はい、追いついた。サブローピン追いついた。サブローピン、ウッパーピン、カンウーピン、三浦さんにもトンが通ったことで道ができました。いいじゃん、点一通を消すか。今リャンピン打たれたことで、はい、ちょっと狙い目かも。3900に変わります。打点は落ちますが、マッチを広げましたね、リャンピンの分。三ピン積も伊藤の上がりとなりました。タンヤを300、500、一本は400、600。頑張りましたね、ゆうこさんね。本当ですね、うん、今結構声出ないかもしれない。そうですね、コンチーワンの地位から。もともとね、ゆうこさんそんな煎じてさばきに行くようなタイプでもないから、はい、うん、してしかもピンズ勝負してるわけですからね、うんうん、これ見事なさばきでしたね。通るリャンピンを勝負してと。さあ、どんな三脚となります。高橋の親番ドラが嘘です。両面と厚が一つ、ちょっと苦しい形か。黒沢は二面つ形まとまっています。ドラが一枚、板の手もまとまっているように見えました。うん、良さそう。そうですね、美子さんが一番手な気がする。いいピンの重なり、馬の重なり。美子さんもいいシャンテになったね、はい、頭ができて。ドラが浮いている形です。4万立て、これはなんか9ピン切って単用って感じがする、うんうん、E ピンと9ピン切って E ピンからかな。おー、 E ピンを触っていますが、先に E ピンから。今度は9ピン、1の安全度が上がったってことですか。1人数ピン切ったってことか。ドラドラになりました。シャーチャーです。伊藤トン一旦切るけど、これはねペーペーっていくプランが濃厚ですよね、ゆうこさんは。はい、数万とかはチーしたいですけどね。うん、そうですね、数万だけはチーしそうな配信に見えたけど、数万だいぶ薄いか。うん、もうないのか山には。そうね、これが最後の数万でした。ここでも打たれるかもしれないもんね今ね。
握れ。パーソン切りってことは、ドラ受けだけ決めた感じか。ドラドラ固定、磯つむ切り。ペアあんこにしましょうか、じゃあ。ゆうこさん。あんこにする、うん、そうだね、そうすると一本見せたね。お、今引いた。今引いた。いいですね。G1 はいるぞ。二山。G1 は一切れで手配に一枚、二枚。うわーすごい。めちゃくちゃ薄いところ。リーチもあるけどやめて。二連続で引いて転配。ウッパーピン待ち、ピンフ、ドラドラ。薄いところを二連続。ねえ。とてもネックになりそうだと思って見てたんですけれども。高橋さんはチートイツにしたね。そうですね。そうか、この順目でゼロメンツだと間に合わないってことか。なるほど。あ、ただメンツでもあるから、このパーピン危ない。パーピン。パーピン取れた。糸の上がりとなります。ピンフドラドラ3900。闇天ハマりましたか、これは。ハマりましたね。リーチだとね、打たれなそうだったけど。パーピンは打たれなそうですね。さあ、伊藤が上がりを決めました。3900。そして、どんな4局となります黒沢の親番です。さあ、親番は何とかしたいですよ、黒沢さんも。ここまでちょっと苦しい展開続いています、黒沢です。ドラは数ワン。手配は悪くない。座布団統一、統一って言ってるとあんこの可能性も。ドラ1でこれめちゃくちゃいいんじゃないですか。うん、めちゃくちゃいい。イーシャンテン、座布団ポンテン取れるイーシャンテンです。座布団のポンテン取らないまであるね、黒沢さんはね。取らないまでありますよね。 あ、白髪統一は高橋です。 あ、テンパった。はい、リーチ。あ、わかんない、やめてもあるね。でもリーチでしょ。2巡目リーチでこの形、うん、さあ黒沢からリーチが入りました。26ホール9ピンとトンのシャンパン待ち、そして9ピンが1枚、トンが2枚、山さんです。ちょっと面白そうな手だっただけに高橋悔しいですね。そうね、今日好調で、うーん、そうラス目のおやりか、結構いかないことが多いけど、わかんない、高橋さんはわかんないよ。まだ情報はないですもんね。情報ないからってことである程度。あ、でもドラドラだって。ドラドラほら言ってるよ。言ってる。まあドラドラになったから言ったもあるか、今のは。でもこれ仕掛けてもね、まん、投打点なんで、うんうんうん、押し返すんじゃないかな、ドラドラになった後は。全力投球いきますか。現物。バーワンは現物か。2ピン無筋もう難しいよ。だって行く、もういったね。高橋が押していく。初はじゃあポンポンですね。じゃあいいピンだ。3万でドラ固定、なるほど、うんうんうん、打点確保して、ね、ポン材残した方がね、リーチ者がいるから、うん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 、どうせドラドラはね使い切るってことなんで、先に3万勝負と。依然山に3枚です。黒沢のトンとキューピンです。高橋止まんないですかね。キューピンはまあ止まんないとして。いや止まんないじゃないですか。ダブトンはどうですか。そういうつもりで多分行ってるんですよ、ね、終盤わかんないですよ、うんうんうん、ローピンどうする。でもこれローピン通ってキューピンが筋になりました。黒沢の親二巡目リーチが入っています。ワンパイドラドラの高橋が抗うか。どうだ、おー進んだ。白白の方にした。いいピンピンもありましたけどね。そうですね。これはナイス判断なんじゃないですか。でも
ユーピンがね、2枚とも山なんで。お、テンパった。さあ、3本対決。あれ三山対三山、三対三で追いついた。三対三。ただもう何も止まんないですね。テンパイまで、はい、ドラドラでテンパイまで行っちゃったら。どちらが制すのか。イーピンスーマンとダブトンキューピン。三対三。岡筋おやり位置に高橋が向かっていきました。全力で向かっていきましたね。あ、ドラが1枚減った。2対1、あ、2対3、2対3、2対3、あ、2対2、きっ抗してますね。キューピンスー休めだけどね、これを負けるわけにはいかなかった。黒沢さんも2ロコール、リーチつもドラ1ですね。はい、2600オール、黒沢のつながりとなりました。力入ってましたね、黒沢さんね。いやドキドキしました。確かにここ負けるようだとちょっと今日が結構厳しくなってきそうだったから、はい、大事な勝負どこでしたね。3対3の対決、黒沢の勝利となりました。高橋さんもよく押しましたね。いやすごかったですね、本当に。最後だけちょっとひねって白の方を選んだんだけども、はい、一番強いならいいピーピンですか、うん、そうだよね、打点を見て、うん、うん、うんとかね、ちょっと繊細ですよね、意外と、うん、さあどんな4脚一本は黒沢の野番が続いています。2600オール上がりを決めた黒沢です。ドラはパーピン、こちらにドラドラ、高橋です。高橋ドラドラ多い多い、ダブトントイツ本当に多い。あれダブトンキューピントイツどっかで見たな、さっきと似てるねえまあ今回はちょっと手配が悪いから、はい、泣くと思うんだけどな。あ、黒沢ですか。悪いから泣かないもあるのか。ああ、ダブトン誰も持ってないですね。またあんこになるか。ドラドラの高橋、キューピンを少し考えてつもぎり。2、3手まで来た。うん、今回手配厳しいですか。ですね。三浦さんこれでかなり引き締まったかな。両面両面だよね。はい、いいシャンテンです。おお、来た来た。ペンチャン払うか、どうするか。ウーピン、ウーピン切りそう、黒沢さんは。あ、ウーピンだ。でも今回はいいシャンテンには取りましたね。そうですね。皆さん形決めた。こういう手ってキューピンあんこっちゃうとどうするんですか。あんこっちゃったら、うん、あんこっちゃったらいろいろですけどね。まあなんだろうな、今のはピン三ピン取り玉とかは僕はあんま好きではないけど、とりあえず外す、うん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 、ドライチやったらリーチでもいいと思う。またなんだろう、引いて2、6オールぐらいあれば、はい、うん、まあ、人によって分かれますよね、その辺はね。あ、これで打点がついた。単品イペーコードラとかあるもんね。はい、このままであるね。一気に勝負手に。ただウーピンが場に3枚切れか。高橋さんはちょっとドラドラなんだけど手が全然進まないんで、はい、ちょっとスリムにしたいっていう、うん、心理だと思いますね。うん、
スリムにしたウーピンがあんこかぶりしちゃったんですよね。お、切ってない。裏目の方だった。トン、ここに来ましたね。あ、打ち抜いた。ダブトンは仕掛けた。黒沢が仕掛けました。ポン点は取るよね。ダブトンをポンしてスッチーさん待ち。2900の天敗。三浦さんでしょうね、押し返すのはこの手、はい、スーピンか、途中目深いか。三浦さんももう仕掛け考えてるかもな。三ピン、チー、あ、入った。うん、1ピンだけはやめてになりますか。はい、ウッパーピン待ちの天敗。あ、どこがこっちに来た。スッチーソー対ウッパーピンです。ウッパーピン1枚だけだね。結構厳しいね、ウッパーピンは。あー、ドラが1枚あるだけか。チーソーここに流れた。お母さんはまだリアンシャンテンなんだね。はい、裏あんこではありますが、うん、これは親に打ちづらい。ダブトンをポンしている親がいます。順目がね、もう少ない。ツボ番があと2回しかないのか。結構やめ気味ですね、これはね。裏あんことはいえ、なかなか手が進まなかったですね。さあパーピンはどうだ。リアンソンは打てる。注意シャンテンキープはできるけど、筋のリアンマン打って注意シャンテン、うんうん、さあパーピンは、パンは大丈夫、流れてる牌ですね。さあスッチーソーはどうでしょうか。さあ入って、入ってパーピンも1枚いるけど、よし、いやこれはチーピンは筋、いや厳しいね、これトラパーピン6級ピンも通ってないし、ペンチーピン、まあ、カンチーピンはなさそうだけど、ペンチーピンは十分ある。ダブトンドラ1嫌ですね。でしかもチーピンで打つとドラが絡むから、はい、1万2000とかね、1万1600って言われる牌なんで、うーん、ローピンもチーピンもかなり嫌だ、嫌な牌でやることは間違いないですね。あ、ローピン打ち抜いた。おお、すごいね、天敗、取り切りましたね。はい、黒沢と三浦の2人天敗で流局となりました。ローピン打ち抜いた。第4局、日本は黒沢の矢番が続きます。打ったね、そうですね。さあドラがウーピンです。黒沢の矢番、どんどん4局、ドラは1枚、ちょっと苦しい形ですから。さはなんちゃ伊藤がなんといつ白も重なりました。ヤクヤク、三浦はイーマンからの切り出し、2メンツあります。形が非常にいいです。高橋ローズいきますか。五三本一でしょうね、これはね。チュン重ねた。はい、三浦がチュン重ねて、タコ足がいいですね。ジャンタが欲しい形ですね。ドラドラ、三と一。ドラドラだけど、まだ一番遅そう。
座布団欲しいですね。また。お、座布団言ってたら来ましたよ。来ましたね。座布団ドラドラ。アテンは十分。ただ、チュンポンは本一ってことですね。はい、三浦がドライ色の本一に向かっていきます。チュンのポン。あ、これただここ両面三面ちゃんだ。はい。両ピンから。シャワー二枚切れ。天牌。さり先輩だ。三面ちゃんは闇天。やばいね、黒沢さんの親は。落ちそうだな。ただ、チートイツ一緒の点になった。白だ。これはポンして、手を進めていきます、伊藤。言ってましたか。闇点は高橋の連発走。黒沢はチートイツドラドラのインシャン点。お、これで優子さんのパーソーが、とりあえず出なくなった。はい。これでレアンソーダメだな。意外と薄かったんですけどね、レアンパーソーね。これで上がりです。高橋流れとなりました。ピンフ1000、日本ドル1600。1000は1600、高橋の上がりとなりました。さあ、そして難入となります。3回戦目、難の一局。親番は再び伊藤。お持ち点が29,600。ドラは数走。まで2着2着ときました伊藤。お、お、いいんじゃないですか。チュンドイツのまとまっちゃいますか。レンちゃんならいけそうな感じ。ただ打点がちょっとね、弱いかもしれないけど。うん。三浦が白ドイツ。こちらはマンズ一メンツペーチャーの黒沢です。その装備は嬉しい。これは三浦が仕掛けていきました。これもいわゆる遠い本一ですけど、地合いがね、はい、4周 手配にまだあるんで。お、チュンも仕掛けが入りました。牽制も込みでしょう。あ、ペーカーさんなった。早くも仕掛けが2つ。先輩の名を打つか打たないかから入って、で打たない以上はどう生きるかですか。お、数ピンアンコになってイーシャン。これは上がれそうなイーシャン点ですね。お、ただここも流派も重ねた。おお、一枚ずつあった地牌がどんどん重なっていきます。流派は先ほど伊藤に一枚切られたところ。数ピンは負けない牌。泣くことはできるけどね、泣かない、ね、泣くことはできますね、確かに。あっさり天杯。はい、ウッパソーの天杯です。親番はもうすぐ上がりそうです。すぐ上がり、すぐ上がりそうです。やっぱりすぐいました。はい、6枚今1500点。6枚いたんですか。結構いますよ。わー、多分6枚。まずは伊藤が1500点。上がりを決めて一本場となります。何の一脚。一旦浮きに回りました伊藤。ドラはウーピンです。さあ伊藤、親番の手配いかがでしょうか。ピンズ一面ツーワンズの両面もありますね。9番がドイツでしょうか。イーソーからの切り出しです。二面ツーあります。三浦の手
ドラを使ってゴロチなんかもあるでしょうか、ね、そうなればねちょっと未来は明るいけど、なんかね三浦さん感触良くないですよね。うん、そうですね。ちょっと珍しくなんかこう苦戦しているというか、うん、そういうふうに見えますね三浦は。そこに釣りたかったところだったけど、うん、まあでもローマンか、こいつまだ見るってことですね高橋さんは。うんうん、すんなりは来ないよねやっぱりこれ。なんだか悩ましいですね。思い切ってね、はい、いいと思います。三番も重なったペイチャの黒沢です。ん、アーバン起こった、ここイーシャンテンではあります。はい、おっとここもイーシャンテンです。両冠両面東優子さんも嬉しいな、このチンソビキは上目三色。はい、あとちょっと今落ちましたけど大丈夫ですね、はい、うん、おー、ドラ引き、6000割イシャンテンじゃない、ゆうこさん返品三色ドラパワーマンでいいもんね。はい、詰まって6000割三者イーシャンテン。さあ誰が、来たけど休めか、まあリーシでもいいんでしょうけどね。ゆうこさん方としてやめてんですねこれは。はい、ウッパーワンのやめてん2900の手です。ウッパーワンここアンコ、はい、ウーワンは三浦の手に統一と三山か、リャンスワンコなんでメイプ行きたいですけど、リャンソアンコールとかになると馬はまずまず危なそう。三浦の馬危ないか、ただ今なら2900。そうね、高橋がチェンを仕掛けていきました。2枚目はポンして、まあシャンテン数変わらないですけどね、うん、役がついて、うん、あ、リーチ来ましたね。仕掛けるやついるならリーチとですね。親番伊藤からリーチです。町はウッパー番チェーンを仕掛けている高橋、シャンテンの黒沢、ウッパー番は山に3枚、ウーワンが2枚、パーワンが1枚です。あー、三浦さん抜いた。高橋はどうする？どう選択はできるけど。G1 は筋。うん。3ピン。これも無筋どうする。チュンをポンしている高橋、リャンマンをしていきました。押したね、押しましたね、まあ、3万が早いっていうのもありますか。あ、追いついた、ペイチャです。行くんじゃない、リーチに行きました。リャンマン今切れちゃったとこだけど、リャンマン待ちのリーチ、一応リャンマン引けばね2300。リズもイペコドライチ、黒沢が追いかけていきました。あ、ドラ、あ、ドラ短期しそうだな。あ、しないしない、ローピン、パーピン取ったからか、カンローピンにした。あ、そうですね、カンローピン。リャウマン対ウッパーワン対カンローピンとなっております。カンローピンは山に1枚だけかな。ウーワンの引き、ローピンが勝った。うわ、カンローピン、嘘でしょ、チュンドラ
開値2000点 ?2000 は2300? 大きいね、これね。いや、またやりましたね、高橋。いや、よく頑張ってはいるよ、やっぱりこれは。すごい。なかなかもう上がりがなさそうだから押さないもんね、リャンマンとかもね。うん、うん。偉いなぁ、ちゃんと押して。ねえ、親が面品ドラ値で。サボらないもんね、やっぱり。リーズもいいペーコードライチとかで、うん、高橋がしっかりと2000点貫禄ピン上がりを決めてかわしていきました。そして何の2脚三浦の親番となっております。ドラが数層です。いや力強いドラ引きです。高橋さすがに今回悪いですね、有効さんの手は。有効さん混ぜますか。ただ親の三浦さんも相当悪いな、これは。そうですね。なんかまた高橋さん上がりそう。うん、高橋黒沢とは拍を重ねました。イシャンテン。はい、黒沢がイシャンテン。ジャントができた。はい。これはイシャンテンか。形が良くなりましたが、ドラが、ね、ドラ短期リーチまであるかないかなさそうか。でも状況がそこまでしないか。ウーソー引きにくいですもんね。ウーソー高橋さんにはただリーチはあると思うな、これね。役なしの場合はね。あ、これドラ打ちあるな。ツーソーかチーソー、うん、他には何だろうな。ウーピンとかも一応候補か。シーソーね、うん、ドラ打たないという一打ですね、これは。はい、これでまた選択。ロースとか。そういっちゃいますか。ドラ重なりかピンフと。はい。手広いシャンテン。ペイも重なりました。うん、ペイも一枚切れだからね。ユコさんここから仕掛けがあるかもしれない。皆さんは数万はそれなりに嬉しいけど、うん、まだちょっと時間かかりそうだね。キャンソーの重なりは高橋。これ選択ですか。どうなんだろうね。単独ブロック。うわ。ですんで。これピンフにしそうだな。リャンソーリャンソーになりそうだけどね。また選択だけど、ね、初志貫徹ならつもぎりですか。はい、そこ別にいいわけでもないのかな。想像が全体的に安いのか。ちょっと馬強ができていて、馬強判断によってちょっと迷ってるって感じですか。うん、ここはつもぎりとしました。まあ、トップ目なんでね、やっぱりピンフのみテンパるのもまずまず偉いってことでしょうね、これはね。いつもまあ状況次第では黒沢さんね、ドラ打たないように選択する打ち手ですけど、はい、
インシャンテンまで来た。はい、親番の三浦です。インシャンテンのリアンソーが3ミリもありますけど、チートイツのね、インシャンテンでもあるっていうのが理由だと思いますね。あ、メンツでチートイツどちらもインシャンテンと、うん、白が出た。仕掛けていきます。伊藤ペイも出る。ペイもポンできちゃうね、これは。あ、でも安全度で今考え中か。落ちそう。たポン、ヤクヤクのヤクヤクインシャンテン、はい、ドラ1。お、チートイツリーチ打って押さえつけようとしてますね、これは。あ、一旦やめてん。チーワン短期、チーピンが握れ。チーワン、ああ、もうドラウタナに変わったね。黒沢さんは四角が入ったことで打数ピンとしましたか。チーマン意外といる。チーマン山2枚引きですね。チーマンは握る。初一枚切れで。リーチ考えてるな、これは。うん、現状ラス目。この親はちょっとね、落とせない。うん、そうですね。はい、押さえつけた方が良さそうという判断になったと思います。一発キャッチ。インシャンテンの高橋の手に来ました。初、そしてここにも1枚。今手元に置いてたんだね。そうですね、山宮だからもういなくなったけど。連チャンは固い状況になりましたね、これね。確かに高橋はどうするか。インシャンテンなんですけどね、初が当たり牌。キューピーまだ押した。あ、そうか、チーピンのノーチャンスか。うん、比較的落ちやすかったんだね、これは。今日はこの形、イーシャンテンからテンパって、キューピンも通ってるし、コンチーマン、現物待ち、現物ですよね。さっきまでチーマン待ちでした。硬いとか言っちゃったけど、今チーマン持ってきたら打たれるもんね、黒沢さんとこは。これも危ないのか、キューマンが大丈夫か。ヤクヤクドラ1、テンパを入れている伊藤です。そして黒沢の手番、何を切るか。2人の共通アンパを切りましたね。うん、そうは打ちづらいね。そうと行きますね。ゆうこさん来てるなと。まあ、実際ね、ヤクヤクドラ13900か、まあ、まあまあ手合い価値高いですからね。うん、持って1326、これは通ってる。寒すぎるね、酸素。なんとか親番はね、維持しましたね、はい、三浦さん。三浦と伊藤の2人テンパイで流局となりました。まあ、そうですね、終盤で局テーマ的にはナイスリーチだったと思いますけどね、三浦の初短期。なんの2曲1本場です。三浦の親番が続きます。ドラがチーピンです。お、なんと、いつのドラ1枚。メンツができた。まずまずかな。まずまずか。ソーズで1メンツ。高橋もマンズ1メンツ。こちらもマンズで一メンツ。黒沢の手配。伊藤はソーズで一メンツと、うん、普通はちょっとあるけど、優子さんはかなり悪い部類かな。うん、
さんいつも聞いてる。はい、まとまってきていますね。高田さんも悪くないですね、この曲は。三浦はなんといつ、ただ仕掛けるにもという感じでしょうか。ちょっと現状は仕掛けづらいですね。それでも仕掛けはありえますけどね、うん、藤島さんは仕掛けますか。うん、仕掛けちゃうかもしれない、うん、なんかドラ重なったりドラ短期になったりっていう打点上昇もありますか。ちょっとねやっぱり武系の部分が2つはすんなり来るとは思えない。おこれはね、役ドラ1。急に打点がつくから。はい、急に嬉しくなりましたね。ちょっと急に仕掛けたくないようになるけど、それでも仕掛けます。うんうんうん。まあ、形だけじゃないんだよね、でもね。ラス目ではないのか、今。あ、もちもち。ラス目か。ラス目の親番で。はい。まあ、なんか粘ってるうちになんとかいいことが起きることもあるし。うんうんうん。うん、あと周りの速度感。それもやっぱり仕掛けのね、是非の判断材料にはなりますけどね。白もちもちなんだね。そうなんです、伊藤ともちもちで、ただ伊藤はいいシャンテンですね。虎のペンチーピン引き入れて、ゆうこさんまとまってきましたね。はい、ゆうこさんが一番きついかななんて言ってましたけれども、はい、あ、何の方は抜けた、はい、それでいいシャンテン。親番の三浦が何のポンです。ドラはちょっといらないけど、つむぎりもあるよ、高橋さんだし。見せます。この局面でどうするかっていうのもあるね。別につむぎるのはそんな変じゃない気はしますけどね。ウーピン切ってますしね。うん、お、行ったらしいじゃないですか。さあ、タイヤ方向。おー、うわー、テンパった、来ましたよ、これは。スッチマンテンパイ。何ドラ1？ 2900。テンパイ一番乗りは三浦でした。まあね、一本馬強卓1で日給でも十分嬉しいですもんね。あ、ただコーナー点で追いついた。来たよ、リーチまで行った。はい、メンタンピン高橋のリーチです。チーママチ、ね、何曲このぐらい接戦だと、うん、残響にしとくのは結構大きいもんね。はい、 5-2 の上がりになりますもんね。ただスチーマン続々と吸収されている。あれれれれれ、かなり少ない。1枚だけになっちゃったんじゃないかな。おおお、押し返しあるよ。嘘、まっすぐは嘘だけどね。発想は切りづらいですね。でも親もいるしね、はい、牛だけじゃないから結構難しい。でもスッチーマン対決、チーマンが1枚だけになってる状況ですね。うん、比較的打ちやすいのが親に通ってるスーピンか、ワンチャンス、はい、スーピンがワンチャンスでチーピンが通ってるとかがあって、うん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 、まだね手配、うん、残すならそれが良くて、はい、まっすぐ行くならね当然パーソーでいいと思うんですけどね。あ、もう抜いた、やめだ、中筋ね。なるほど、今中筋。さあ、お互いの報酬はありません、この2人。残り1枚の G1、 どこに行くか。あー、ここに来ちゃった。これで空手になりましたか。ゆうこさんもね、イーシャンテン維持してるから、うっかりテンパったらもしかしたら打たれる可能性はまだ残されてますけど、はい、これでだいぶなくなりそう。
カンサンマンうっかり。チートスでまだ粘れるけど。おお、そっちのコースがありましたか。それはしませんでしたね。うん。も読みましたね。ピオネー三浦さんに結構打ちづらかったはずです。あとは三浦がどこまで維持できるかですね。はい、数字、取り切ったね、うんうんうん、これが入って三浦と高橋の2人転敗で流血となりました。あ、整ったようですよ。お待たせいたしました。対局が開催されます。難2局の日本馬からですね。強角が2000点あって三浦の親番が続きます。さあ大接戦となっております。トップが3万2000点の黒沢の黒沢で4着目でも2788、大接戦です。初ドイツ親番見えるので、だからちっちゃい上がりにも価値はある曲ですね、うん、ただ本一まで見ることもあるか。高橋も悪くない手配、黒沢はソーゼットメンツ、コロチなんかもあるでしょうか。ドラドラは伊藤でした。ドラドラ悪い。さあ大接戦の何曲がどうなるでしょうか。ドラ引き、これだと123の方が近いってなっちゃうかな。そうなりましたか。はい、おかしいね。それでもゴロチに見える人もいるだろうし。黒沢さんの手ですね。必要、3色に必要なのね。どっちの、うんうん、3色も3枚なんだけど、はい、これは人によって分かれるな。なんかね、5色ぐらいありますもんね。ドラが3層だからね、やっぱりそこ外さない前提だとちょっと1、2、3の方が近いのかなっていうのもあるし。確かに。スピンはつもぎりです。ドラドラの糸。あ、本一に勝ち取ってますね、皆さんは、はい。ピンザラっとくと一通も残るとかがありましたか。黒沢さんの配信はね、そうじゃない気通貫、三浦さんはもうウッパーワンから発信しそうですね。初はもちろんだけど、はい、カンウーマン、カンパーワン、ニーシャンテンにはなりましたか。これはもう3色にもならない。一通はまだちょっと得るんで、リアンピン打ちが普通ですね。そうですね、ニーシャンテン取りつつソーズが伸びたらリアンマンイーマン。さあ、ペーちゃんのペー。ペーちゃんでペー重ねた。1枚切れ。はい、1枚切れです。トップも後継できて、イーシャンテン。ニサシイーシャンテン。はい。スーピンとカンサンソー。あ、ドラドラ。ドラドラになった。これは嬉しい。これはイーソーでドラ固定です。ドラドラ固定ですね。はい。あとは高橋さんのカンサンソーはもう山になしか。なんと、ニサシのカンサンソー。そうなると、どうなんだ。三浦さんがチャンスではあるのか。うんうん、これはなんか、ね、誰持ってないし、どうします。タイヤはなくなるけど、動けば広がるが、ローピン、ローピン、なるほどね。まあまあローピン、キューピンっていうプランですね、うん、安全度ですか。即利いきますか。E ピンがね、1枚切れ嫌だけど、はい、虎の3層と E ピンのシャンパン、強敵欲しい人がね、いっぱいいるんで、はい、ピンぐらい拾えそうっていう判断かなっていうとこですか。黒沢からリーチが入っています。ドラドラのリーチ、スドラの方はね、いないんで、もう見た目でいいピン1枚だけですけど、はい、山にいます。ゆうこさん、いいシャンテン、ゆうこさんもペイが出ればサブローソードでね、応戦してきそう。 おっと、ウーパーマン入った。いいシャンテン、いいシャンテンですね、はい、カウアンとリューハー、イーマン、メインホンまであるぞ。これはもう勝負どこだと思うから来そうだけどね。あ、リーチだ。リアンソー。初が出て。
どうする？初ポン点取りますよ。あ、闇点にしたら雀荘がね、3枚見えたんで。ああ、いいペーコーの方。肩上がりにした。初ポンして。で、ポン点のカウンワンは山に2枚。1対 2？ 1対2と、ウソが？ウソが結構いる。あれ？ウソさん山？ウソめっちゃいる。3枚いる。ウソさん山、ウソ、ウソさん山。うわ、ウソ引いた。いやー、つも？いいペーコー？2300の日本馬？ 2200？ 大きすぎるでしょ。一人行きになった。あ、そうだ、黒沢さんも2200払うから、リーバーも出てるし、うわ、次何さんですか。すごいね。いや、大きいですね、これは。伊藤の上がりとなったか。違うルートでした。テーポン店とか言ってたけど、本当ですね、うん、しかもね、ダマ店っていうね、ただだけど厳しいですね、うん、まあ、リアンソーがね、3枚見えてなければリーチなんでしょうけど、2枚切れぐらいまでだったらね、あ、2枚目までだったらリーチでしょうけどね。いや、めちゃくちゃ全員が上がりたい局面でしたね、うん、ここは伊藤が制しました。そして何の三脚となっております。ドラガパーサー、親番は高橋、高橋の手配が良い、ね、めちゃくちゃいいですね。そして黒さんはなんちゃ、じゃあチャイトはドラが1枚、4と1ですか。ペーチャの三浦です。だいぶ高橋さんだね。だいぶ高橋さんですか。お、でもドラドラ、チートイズ、チートイズイシャンテン、ドラドラのイシャンテン、に伊藤が一人浮きになっております、ね、トータルでも今日の勝ちガルシェルまで行ってますね。あ、本当だ、いつの間にか高橋を追い抜いていました。うさ、ん、さんは下の3色やるしかないかな。うん、うん、お重なった。これで上がりにはいけそうだけど、はい、まだちょっと悪いね。うん、うわ、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。あ、黒沢さんあれだ、数万引いたことで本一にした。横さんもほぼチート決めた。ああ、こっちにも試合重なった。白髪統一、順1枚切れ、白も1枚切れ。なんか急にぶつかりそうになってきましたね。なってきた。チートイドラドラのインシャンテンの伊藤と役配たくさん、まあ、本一にしましたか、一気に。そしてこの手配、表示牌のチーソー、うん、ドラが来た場合だけ瞬間採用するってことですかね、これはね。うん、いい層重なった。9万どうでしょう。マンズちょっと場に高いですか。うーん、ローピンの方にした。まあ、皮をね、結構濃くしといて、濃くし模様にしといてから中ちゃんぱいで、おっと、6チッパイシャン、ドラ引きか、今高橋さん。はい、パーソンのドラ引きです。6チッパのインシャンテン、数万切れで布石作りましたか。先に数万にしましたね。もちろんマンズ重なってのね、スチーピンリーチなんかも十分なんで、はい、数万ですね、これはね。あ、白、三浦の手にと一枚白、うん、まあ、ペーでしょう。三浦が白のポン、この形、イーシャンテン、高橋、お、マンズ、さあ、チートイドラドラ、イッシャンテンから一つアンコ。キューピンアンコった。まだ生きてるなら、トイトイの目も残すんじゃない。今日はトイトイ、うん、1回決まってますからね。あ、2回か、2回決まってます。2回決まってる。トイトイか。イーソーはしょんぱいだね、生きてる。しょんぱい、3万3品もしょんぱい。お、来たぞ。あ、これその一気に本一だ。ただ順目がね、ちょっと深いんで。うわうわ、来た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 。はい、
勝つって三浦さんポンか。ポンだね。残した。あれ？ちょっと数えます。いる？ピーソーまずいるでしょ。パーソーもいるんですよ一枚。パーソーも一枚いて、三ピンもいる。丸々ってる。あでもポンテ取った。出ちゃった出ちゃった。そうね、2枚目ポンって十分、3ピン2枚とドラ1枚でしょ、引けば3,000-6,000だよ、3個うわ、テンパイ、これテンパイですね、ただ3色じゃない方なんで、やめて、ダイヤはドラ1、あ、黒沢さんもまず引いた、ちょっとやばいよ、ちょっと待って、これ3ピン誰も止まんないですね、あ、わかんない、高橋さんだけはわかんないか、数万、あ、そうか、高橋さんだけ吸収できる、うん、まあ一応ロックとスライドはできるけど、あでもこれはどうなんだ、どう、ね、なんだ、めっちゃ難しい、ダブナン1枚切れ、今切れた数万でチートイツのイシャンテンっていうのが良さそうだけど、うんうん、わかんない、黒沢さんが考えてることはどっちなのか、 E1 は1枚切れでめっちゃ安全に行くなら、うん、後々のことを考えると、はい、シャーシャーとか、うんうん、ションパイですか、イーマンイーマンとか、うん、だからやっぱ瞬間のイシャンテがね偉いんで数万でしょうね、これはメンホンチータイの方にしました、サード、あー3ピン止まんないよ、いやきついね、トイトイドラドラで8000、いやこれはきつい、伊藤の上がり、さらに加点を決めました、伊藤です、大きなトップが見えてきました、まあ、初本でね食い取っちゃった形で、ね、あーそうだ、これだって優子さんもねワンフローだったから引けば3,000-6,000だったから、なんかまとめて三浦さん一人で面倒見ちゃったね、食い取って責任取ったみたいになっちゃいましたもんね、それで終わらせですよ、厳しい、ちょっと具合悪いかな三浦さんはね、いやー厳しい、さあ3回戦目終わらせとなりました、ドラが9ピンです、親番は黒沢、手牌良さそうだぞ黒沢、現状では伊藤の一人浮きとなっております。白統一。はい。ドラ1枚。なんか高くなるかもしれないね。7、8、9年使って。仕掛けも来そう。そして三浦です。手痛い宝珠となりました。ちょっと縦の手配。てかだいぶ縦か。高橋はちょっと厳しい。高橋と黒様が600点差ですか。うん、苦しくてもね、28,200点だったら、なんとか2000点作り行きたいとこですけどね、高橋さんはね、黒沢さんは連チャンしたい、終わらせに来るでしょうか、伊藤一人浮き、三浦は羽マン積もると3着？羽つもは2着になりますけどね、浮きはしないけど2着、ただまあまずはちょっと順位のことよりって感じになりそうかな、しっかり終わらせる方法ですかね、なんかこうオーラス何局もやってるとね、一人沈みになるパターンも出てきちゃうから、確かに高橋黒沢の2人テンパイって言われたらもう次だいぶ一人沈みありますもんね、まあそのパターンはねないんだけど、まず黒沢さんがなんか加点するとか一人テンパイとかの後に高橋さんが上がるパターンですね、うん、おでもこれは数アンコいきますよね、高橋さんはこの曲はちょっとどうもならなそう、黒沢さんとにかくリーチと言ってしまいたい、いいシャンテンです、いや3ピンパーピン、3は1枚いるけどパーピンがすでにない、表示牌か、手牌が全部ソーズ、うん、そうですね、そう、ここがなんかソーズばら切りしてるんで自牌の信用度がちょっとわからないと言ったらあれだけど、うん、うわ選択3層と3ピンの比較、数層自体は2切れ、3層も2切れ、
リャンピンも一切れか。なんか、ああ、そっちにしたんだね。3走の方がいいって判断なんだ。見た目じゃなく判断しましたね、黒沢さんは。はい、全員。確かに、3走誰も絶対持ってないもんね、2枚切れて。実際誰も持ってない。誰も使えない。ほぼ持ってないね、この状況ならね。うん。受け気味にやって、あ、これは換算層でリーチ打つと思います。狙い通りだ。この感じだと親番の黒沢がリーチ、町は換算層山に2枚、動画現物のウーピンを積も入れました。そして三浦、すごいね。確かに3ピンはね1枚しかいなかったんで、しかももうなくなった。ここで本当だ。ああ、ただシャンポンできない。シャンピンだけど、シャンポンだけね、見た目1枚なんだよ。片方ないですもんね。見た目1枚ですか。絶対無理ですね。まあ、つもり3個とかだったらね、それにかけるはあるけど。うん、あ、酸素1枚吸収されました。残り1枚。気合が入っていますね、黒様。まあまあ、まずは先手、この順目でも先手でリーチ打てたことは相当良かったですよね。うん、これ周りは来づらいですからね。ドラドラになったけど、まあ、一応チート室で粘るか、ゆこさんは。ヤバン維持に大きな価値があります。うん、ゆこさんもやめ。山との戦いになりましたですね。残りは1枚です。手詰まっているのか。まあでもいい漫画、うん、3枚落とせますか。積もっても1300オール、1300オールですね。積もらなくても1000オールもらえますもんね、うん、でもリーチも回収できる。まあちょっと1300オールの方が嬉しいは嬉しいですけど、はい、一人転廃でもこれで浮きにはなる。うんうん、ただこれが入って伊藤の伊藤さんも積まってますか。でも田辺さんも結構ありましたか。はい、黒沢の一人転廃で流局となりました。これで一旦浮きに回りました、うん、黒沢です。狙い通り抑え込みに成功して、何の四局一本場です。黒沢の野番が続きます。繋いだ野番、三浦さんもう終わらせたいかな。これは本当にさっき言ってた通り、この後に高橋さんにね、はい、上がられると一人沈みの出来上がりになっちゃうん で、さあ黒沢の手配いかがだ。お、悪くないんじゃないですか。悪くない、ちょっと上がり欲しいところ。これもある。終わらせたい伊藤は、そしてお三浦の手配まとまっていますね。まとまってるね。いや高橋なんだこれ。いやなんだこれ、そうですね、なんだこれ。まあ、京卓一本あるけど、2000点からね、受けるのかな。うん、まあ、厳密に1600点上がればいいんですけど、うーん、ね、仕掛けが効く分、そうですね、本質いきますね。ん、吐くはんこ、お、これはいいリャンマンが立てに来ましたね。重なりました、うん、もう終わらせに行きますか。いや、ただね、あ、山が崩れてしまったので、ここは立ち合い人が戻してと。重なるか。はい、三浦の手配ですか。なんか面前でやりたくなるんだよね、両面両面だとね。
蘇天回復。しかもその余剰の6もいいじゃないですか。チーソー引きとかで今度3品数品って言って、はい、6、7、8の3色今度羽まんまで見えるみたいなのがあるから、先天の地位点はこの配置はやっぱり取りたくないっていう風に変わってると思いますね。この手配です、はい、難しいね、こういう曲でこういう手の時は難しい。いや、めちゃくちゃ難しいです、うん、上がりトップとかの時に来てほしいです。ソーズ引き、さあ間に合うか、クロム様。これは高め一平米ができたけど、あ、数万打ったってことまだ6、ちょっとね、3色見てますね、これはね。ローソーを残してきました。クロソーさん選択だけど3枚目の嘘引き、ノーマンかチーピン、チーピンにしましたか。チーピンチー、チーピンチー、新しいですね、横尾さん。伊藤がかんチーピンでチー、まあ、頭の欲しい配置だったんだけど、はい、うん、まあ全部両面系にしといて、うんうんうん、ってことですかね。まあまあどっちにしろ墓あんこだから受けも効くってことがあると思いますね、うん、気軽に前に出といて。ここは E1 切りです、黒様。注意してまだいいシャンテンだけど、はい、裏かさなのかピンズの盾がいいのか、ま、これね3ピン数ピン来そうですけどね。3ピン数ピン来ないかな。3色目があります。高橋さんに想像が悪いのか。なるほど。パーソーポンだ。パーソーポンでした。急走になるのかな。急走ですね。今、ゆうこうさんが切ったはずですか。なんでだろう。急走安牌として持ってたかったのかな。それじゃあ。これで何が2枚切れ。チュンは新顔ですか。伊藤がね、一日さんとピンズの6、7、8仕掛けてます。役なんだってなると、あ、じゃあこれね、はい、別に泣かれてもいいか。高橋さんに泣かれるのが一番寒いんだもんな。でも高橋さんにも泣かれそうだったから難しいね。押していきましたね。さあ、黒沢のくっつきまで来てる。これは勝負手。三品かローマンかウーソーの三択ですね。何切るんですかこれ。想像の一色がいると思えば嘘を打っちゃいそうだけど、想像が良くない。ただいいピンを切っているので、はい、ピンズはね、そう月が数ピンしか嬉しくない状況。確かに、うん、でも想像は嘘はね、いいペーコーのカンちゃんとかでもちょっと嬉しいから、ということで3ピンになりました。3ピンチーのドラ探検はしなかった。 あ、これならドラ勝負だね。はい、仕掛けられている伊藤からドラが打ち出されました。今泣かなかった3品がね、本当だ、サブローピン相当盲点だって。泣きますもんね普通。何事だとはなりますけどね、この風呂の後にドラ手出しされるとリーチでしょう。あ、仕掛けの現物か。だけどお構いなし。3枚切れ、4枚見えか。面単品ドラ1、本当じゃない。セーフ。これゆうこさん行きづらいね。白の句なんだ。この時のための白、まあ、ワンチャンスはやりましたけどね。数万番に3枚見えてて、うん、まあまあ3切りか。でも優子さん下ろすことに成功したからね、はい、優子さんリーチはナイスだったかもしれない。山にはパーワンが1枚でウーワンが2枚いる。ウーワン2枚、はい、いるのね。ってことは3枚、見た目以上は以外は全部山なんだね。あ、ここに来た、ここに来た。どうしましょう。いや、黒沢さんまた勝負どこだね。これは全然違う。これ上がると上がらない。あ、ほらリーチしたことで優子さんの本当だ上がり逃しを誘発。その先に何があるか、何があるかね。ウッパーワン待ち、ウーワンが2枚、
いますよ、2枚。あれ、これは7点で追いついた。これは勝負でしょう。ローソー、パーソーがないから。行くでしょう。うん、そうですね。うん、ぶつけてきました、三浦です。同じ町、ウッパーワン町。ウッパーワン対決。年単品ね、いいペーコ、高めで直撃できれば着アップっていうのもありますよね。そうだ。そうですね。もう三浦にとっての高めしかありません。うん、今日苦しい2人のめくり合いだけど、こういうのってどっちが勝つの？どうでしょうね。どっちが勝つと思いますか？こういうのは大体流局です。はい、どっちも勝たないってことですか？そうそう、バーワン対決、山に2枚。うん、高橋さん詰まった？いや、まだドラの3層が出てるね。うんうんうん、粘ろうとしてんのか。あ、パーピン打てるじゃん。あ、カーンするってこと？あ、なるほど、なるほどね。イーソーのアンカーを入れました、うんうんうん、黒沢さんの配手消したんだね。おお、ウーワンいた、ここに。こんなとこにウーワンが、リンシャンに。じゃあ、あと1枚だけ。はい、あと1枚をめぐる戦いです。ウーマン、あと1枚まだいる。三浦か黒沢か。ない、これが入って、うん、黒沢と三浦の2人転敗で流局となりました。ほら、藤島さんが変なこと言うから、うん、普通でしょ。決着つかずとなりました。もともと薄いんだからしょうがないね、はい、これ。でも黒沢さんナイスリーチでしたよね。うん、うん、藤島さんに押し切られちゃったかもしれなかったんで。はい、まあ、三浦さんもナイスファイトと言ってきましたよ。うん、相当嫌だったと思いますけどね。上卓3本の2本場のボラスですね。何の4曲です、黒さんの4番。上卓3000点。ドラローソー。さあ、黒さんはそろそろ決めたい。どうでしょうか。いや、悪くない。悪くはないか。では、三浦が何あんこでドラドラ、これ大チャンス。マンズ一メンツは高橋。大チャンス。天敗能天で三着目との展望が詰まってて、マンガンツモでいける、マンガン出上がりからいけるのかですね。うん、大チャンスじゃないですか。すごい大チャンス来ましたよ。お子さん本いつかな。リーチなんドラドラ。うん、いや、でもどうだろうね、具形多いからもう仕掛けちゃうけどね。どう、なんドラドラ、パーソーとローピンはチーじゃないの。ローソーポンはするけど、します。え、これマンツモってどこまで行きます？マンガンツモは3着にしかならないんだけど。ゆうこさんが本一で動こうとしてます。あ、チーてんだ。嘘、チーして、カンチーソー。チーソーがなんと山に3枚もいる。あれ、これはツモだと優子さん一人行き、黒沢さん沈んじゃう。本当だ、今なら黒沢さんも打ってしまいそう。あ、やばい、これ三浦さんの地層は相当やばいんじゃないの。やばいですね。だってドラって統一で使いたいじゃん。使いたいよね。ええってことは、つまりすぐ打たれてしまう。うわー、またこれか。5-2か。5-2ですね。うん、5-2の
日本は5800、伊藤が上がって3回戦目終了となりました。2人浮き、トップから伊藤、2着に黒沢、3着に高橋、4着に三浦、という並びで3回戦目が終了となりました。この後最終4回戦です。